どうもこんにちは、プライマーチャンネルの藤田です。今日はですね、私成田空港に いるんですけれども、5月の1日から、フィリピンへのですね、日本人の入国が緩和されたということでですね、実際にですね、実際こう日本からマニラに入るときどのような状況なのかっていうのをですね、またリポートしていきたいと思います。本日はですね、5月の7日、金曜日なんですけれども、こちらですね、6時の便で、はい、こちらに乗って、行ってみたいと思います。それではよろしくお願いします。ではですね、無事にチェックインが終わりましたので、ここからイミグレーションの方に向かっていきたいと思います。最後ですね、セブンイレブンで、おにぎりなんかを買っていきたいと思います。はい、最後の我々ですね、はい、セブンイレブンで明日の用のですね、隔離用のおにぎりなどを調達してまいりました。これで大丈夫かもしれない。はい、手荷物チェック、イミグレーションですね、ささっとね、ここからですね、マニラ便は71番ゲートなんで、こちらですね、こちらの方に行ってみたいと思います。まあでもやっぱり、まあまあ、これは前回もあれでしたけど、やめてみな、しまっちゃって、これはまあしょうがないですね。今どこも閉まっているという状態。お土産物屋さんはちょこっとやってるかなっていう感じですね。結構早く待合ロビーに着いてしまったのですが、ここで一回おさらいしたいと思います。この日はですね、2021年5月の7日でした。私がですね、入国したのは、妻がフィリピン人なので 13A のビザで入国しましたけれども、5月8日、2021年の5月8日から入国する人は10日間のホテル予約表、ホテル隔離が10日間になるんですね。なので10日間のホテルの予約確認表ですね、ブッキングコンファメーションなんて書いてあったりとかするんですけれども、これが必要になります。またホテルなんですけれども、デリバリー、食事の時のですね、フードデリバリーが可能なところと可能じゃないところなど、ホテル独自のルールがありますので、そちらの方も確認した上で予約された方がいいと思います。で、あとですね、PCR テスト用の金額をですね、空港で支払います。なので、4000ペソご用意しておく必要があります。で、ご自身のビザがですね、どのビザなのか確認していただいて、日本のフィリピン大使館にのこちらのサイトありますね。こちらが、2021年5月の10日にアップデートされてます。で、こちらのところにですね、どのようなビザが入国できるのか、どのようにして書類を提出すればいいのか、などですね。ビザに関する内容はこちらに書かれているので、こちらを参考にしてみていただければと思います。あと、フィリピンに入国する前にやっておくと、便利なのが、このパドラブの、入力です。このパドラブって何なのかと言いますと、フィリピンエアポートダイアグノスティックラボラトリーシステム
を略してパドラブなんですけれども、PCR テストの予約登録をするウェブサイトなんですね。こちらで、パスポートナンバーとか、フィリピンでの住所とかメールアドレスなどを、ここに登録をすると、QR コードが表示されて、メールアドレスにですね、確認のメールが届きます。で、いずれにしろですね、フィリピンに着いた時に入力させられますので、日本で時間がある時に、日本からでもできますんで、時間がある時に入力しておくのがおすすめです。ではそうこうしているうちに、飛行機の出発の時間になりましたので乗っていきたいと思います。はい、機内入りました。機内結構空いてますね。しっかりソーシャルディスタンス開けて座れてます。こちらのアライバルカードとヘルスディクラレーションカードが配られますので、書いて準備していきたいと思います。機内食、こちらいいですね。和を感じる食事っていう感じなんですけれども、こういう時でも変わらずこういうサービスを続けてきてくれてるということがですね、本当に感謝だと思います。ありがとうございます。マニラの夜景が見えてきました。しばしですね、マニラの綺麗な夜景をご覧ください。マニラに到着しました。こっからが本番です。進んでいきたいと思います。この辺でマニラの匂いがしてきますね。いい感じです。このまま進んでいくとヘルスディクラレーションカードの提出場所になります。簡単な質問をして受け答えをするっていう形になります。For the last 30 days, have you visited another country aside from Japan? Just Japan. Did you get fever, cough, colds, or sore throat within the last 2 weeks? Are we taking any special medications? Thank you. この後、16番ゲートの中に行くように指示されて、ここで手続きをしていきます。まずこのような書類をもらうのでここで記入していきます。書類を記入して自分の順番を待ちます。呼ばれたので進んでいきます。ここで先ほど記入した紙を提出、あとですねホテルの予約表をここで見せて確認を取ります。ここでパドラブに登録しているか聞かれます。すでに登録している方は QR コードを見せれば OK、 未登録者の方はここで入力していきます。ここでこういうお土産みたいなのをもらうんですけれども、中身は水、ウェットティッシュ、あとバタークラッカーみたいな感じでしたね。やっぱりなんか、もらうとちょっと嬉しい感じがありますね。ここでは再度ホテルの名前などを確認します。渡された表に記入していきます。はい、こちらで、PCR テスト代の4000ペソを支払います。ペソ、ドル、デビットカード、クレジットカードで支払いが可能です。それが終わると最終的な PCR テストの予約確認ですね。パドラムの QR コードを再度見せてホテルの予約の確認などをもう一回行います。ここでもらう紙はとても大事なので絶対なくさないでください。これが終わるとイミグレーションです。 Thank you.
ここが終わって、これが終わるとイミグレーションに行ってくださいというふうに言われましたので、行ってみたいと思います。もうちょいですね。よいしょ。イミグレーション出まして、こちらですね、行きました。はい、結構早かったですね。サクッと行ける感じです。そんなに心配することは全くなく、結構簡単。まあ、だから荷物も取りまして、それでは外にですね、ホテルの人が迎えに来てるっていうふうな話なんで、ではちょっとホテルの車を探しに行きたいと思います。ではでは。まず OFW が、聞かれてですね、びっくりしたんですけれども、書類を提出、ホテルタクシーを呼んでいるか聞かれて、でホテルタクシーを呼んでたらあちらの方まで行ってくれというふうに指示をされて、そっちの方に向かっていきます。でここでホテルのタクシーを待つように言われました。するとですね、すぐホテルタクシーが来てくれまして、無事にタクシーに乗車して、空港を出てホテルに向かいます。ホテルに着きました。ホテルのチェックインなんですけれども、パスポートを見せて、こちらのですね、健康チェックの、紙があるので、そちらに、チェックしてサインをして、チェックインします。でカードキーをもらって、部屋に入っていきます。ホテルの部屋は天井も高くて快適に過ごせましたね。ただ中に入った時にですね、フィリピン流のおもてなしでエアコンの設定温度18度、びっくりしましたね。ここから、ホテル隔離お世話になります。結局ですけど、ホテルはですね、すごく快適でした。空港で登録したメールアドレスに PCR 検査に来てもらえるですねというメールが来ます。時間指定はされないので、いついつ行きますよというふうにメールが来ます。私の場合は5月の12日でした。午前11時ぐらいに、部屋まで来てくれて、PCR テスト、喉を綿棒で2回、鼻を綿棒で2回というですね、結構グイグイ、来たなっていうふうな感想です。PCR 検査が終わって、その日の夜ですね、夜中の2時ぐらいにですね、メールが届きました。結果はめでたく陰性のお知らせメールでした。ありがとうございます。はい、ですね、このようにですね、5月の、12日のだいたい午前中ですね、午前中に、PCR テストの人が僕の場合は来て、でそこからですね、こういう感じでですね、メールで、だいたい夜中の2時ぐらいですかに、結果が来まして、こうやって PDF が来るんですね。でこの PDF をホテルの方に見せて、で、今日はですね、5月の13日、今ですね、何時か8時になるんですけれども、ではチェックアウトしますよっていうふうにホテルの方に連絡して、で一応11時にチェックアウトするという流れになりました。はい、ここからですね、自宅の方に戻って、そこで、隔離14日間までの隔離期間を過ごすことになります。ということで、また、フィリピンなんで、また内容が変わるところがね、ちょっとあると思いますが、5月7日現在で入国した、体験談としてはこのようになっております。どうもありがとうございました。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。